平和市民連絡会の共同代表している牧師と申します。まず今日の資料の確認をしたいのですが、ピンクの表紙の安倍政権の行政不服審査法の悪用を糾弾する緊急集会、緊急講演会、それからカラーのプリントで、土砂陸揚げ用護岸の造成というタイトルのついた地図、これは北上田さんがしきりと使う材料ですので、これも分離してあります。そして6ページ分の報告の問題意識と全体の位置づけという文章になったもの、これは徳田先生の配布資料としてあります。それから A さんの紙に沖縄県の埋め立て承認撤回と呪言訴訟という、僕が沖縄環境ネットワーク通信に書いたものを入れています。でこれについては今日のテキストとして使いませんけれども、沖縄県の埋め立て承認撤回が呪言訴訟にどういう影響、いい影響を及ぼしていくかと、そういうふうなものを書いたものです。後でご覧になってください。それでは、早速徳田博人先生から辺野古埋め立て承認撤回の意義と国の対抗措置の法的問題点を語ってもらいます。ではよろしく。舞台の上から失礼いたします。今日お話ししようと思っている内容ですが、少し話が分かりづらいとか、もう一度考えてみたいという方のためにというか、報告の問題意識と全体の位置づけっていう裏表で6ページの原稿があります。まあ、それを見ていただきたいんですが、6ページのですね、お手元に もう一回言いますけども、報告の問題意識と全体の位置づけ、これですね。で、ありますかね、この方の中で、2ページ目に今日の報告の内容を文書にしたものを準備いたしました。関東の一粒ハンセン地主、沖縄ハンセン地主の、吉田さんという方が原稿を書いてくれないかと言ったので、今日報告するレジュメはできてたので、これを文書化すればいいかなと思って引き受けたところ、ちょっと苦労しましたけれども、ここに文書にしてまとめております。で、私がちょっと忘れたりどもったりしたら、この文章を見ながら、カンニングしながら皆さんに説明しようかなと思っております。で、この報告の問題意識と全体の位置づけというところで、1ページ目で1から5まであります。国土交通大臣の執行停止決定で最低的関与の問題、私人なりすましを素材としてとで囲っておりますけれども、で2位が国地方係争委員会、3が執行停止決定の広告訴訟の可能性と云々、4、5とあるんですが、今日はこの、1番目のところを中心にお話をすると。で本来ですと今後の展開とか、その他裁判になったらどうなるかってことを含めてお話をしようとする場合には、これから多分議論になってくるのはあと少なくても4点、今日のお話ぐらい以外に4点ほどあるんだということですけれども、その他の4点を理解する上でも、まずは今日のこの行政不服審査法をなぜ国土交通大臣が使ったのかと、これがどういう点で問題なのかということを少し深く理解していきたいと思っております。でこういう話をしていきたいと。で、もう一つですね、この話を理解する上で、1999年に地方自治っていうものを憲法に即して充実するために文献改革というのが行われました。
これは国と地方の関係が多くの場合に機関委任事務といって上下関係になっていたものを、これはもうおかしいよねと、日本国憲法の基本的な立場からすると多くの人たちが国と地方は対等平等だぞと、権力関係で事実上強い弱いという問題ではなくて法律の世界では平等だよということです。脱線するようですけれども、例えば人口が2億5000万いて、軍事力も世界でもナンバーワンツーの米国と、人口がまあ10万か20万しかいない人たちとで、国連で総会で投票するときには同じ1票です。それは主権国家として、その限りで法的にいろんな議論するときに A という国と B という国どちらが正しいかは分かんないでしょと、まずはお互い平等でやり取りして理屈で勝負しましょうよと、腕力で勝負するんじゃないですよと、そのためには対等平等にしないといけないんだと、そういう法律の世界では、その事実上の力ではなくて理性によって A という主体と B という主体を平等に取り扱って、あとは議論の中でどちらの筋が正しいのかと、そういうふうに組み立てるわけです。後でこの点を少し詳しくお話ししますけれども、で、その前に今日主に使うのはこのピンクのレジュメの方です。見ていただけますか、ピンクの方ですね。このピンクの方で、詩人なりすまし、沖縄防衛局がその行政不服審査法という法律は国民のあるいは詩人の権利救済のための法律であるにもかかわらず、私は詩人ですよと言ってそれを使って工事を止めちゃったと、どう考えても詩人じゃないわけですけれども、まず辺野古の海域が立ち入り禁止区域にする、そういう手続きにも関わってますし、沖縄防衛局でもありますし、そういうことがなぜ詩人として成り済ましたのかということですけれども、まずですね、法的にでありますけれども、沖縄防衛局が工事を再開する方法として4つの方法があったと思われます。第一の方法は沖縄県とですね、対話相談をして協議をして、で本当に理屈勝負で資料を全部出して、これとこれとこれだから必要だよと、で反論してくれ、でこれに対して沖縄県が反論して、 しかもそれは公開の場でどちらが説得的なの、まあ、そういう本当に理性に基づいてやり取りをすると、証拠も出してですね、でしかし沖縄の歴史も踏まえてです、このことについて、でしかもまたなぜ沖縄なのかってことも含めてでありますけれども、こういう対話で、それが沖縄だけが犠牲ではなくてウィンウィンの関係をどうにかして構築できないのかと、それを更地の関係で議論してくれという、これがその1です。このことについては実は2016年の6月20日に国地方係争委員会という委員会で、もう少し言うと3月4日にですね、福岡高裁の裁判官が一度和解してくださいと、和解した後国地方係争委員会でいろいろ審議してくださいということを言ったときに、国地方係争委員会はこれは最終的に0か100かの問題じゃなくてお互いで話し合いで決めてください、だから私たちは決定下すことができませんよと、こういうことを言いました。もう少し時間をかけて話し合いなさいと。にもかかわらず沖縄防衛局はすぐ裁判にポーンと行って福岡高裁に行ったわけですね。まあこの1の方法が1つあるだろうと。で2番目の方法はこの話し合いでもダメな場合にそれじゃあもう仕方がないからということで裁判にかけるかと。でこの第2の方法は最終的にいろんな手続きがあるけども最高裁まで行って、でその最高裁に行くまではその
撤回の効力は生きていて執行停止はできないっていうところがミソです。つまりこれは誰が正しい、だから最終的に従いなさいっていうのは、これ権力的な決定っていうんですが、その決定があるまではもう工事はストップしたままですよ。これが第二の方法。第一の方法を前提にして第二の方法があるんです。でこの第二の方法以外にもう一つ、実は撤回をした後に、琉球新報沖縄タイムス両紙の紙面でよく言われてたのは、国は行政事件訴訟法という法律を使って撤回の効力をストップするものを裁判所にお願いする、執行停止を裁判所にお願いして、で裁判所で認められたら工事が再開できるという方法を取ると。第二の方法が地方自治法という法律を使うんですが、第三の方法はですね、行政事件訴訟法という法律を使います。でどちらかというと少し権力性が強くなるんですが、まあ、それでも裁判所によって決定が出ない限りは工事は進めることができないということで、これもその裁判所という判断を返せないと国土交通大臣だけの、あるいは防衛省だけの判断では工事は、埋め立て承認の撤回は効力はストップして工事を進めるということはできないと。で第4の方法ですね、これが今回の行政不服審査法という法律を使って、でその不服申し立てをしたところが同じ内閣の組織である国土交通大臣に、沖縄防衛局という防衛省の一機関である、これまた内閣の組織である機関が依頼をしたと。で内閣の閣議決定の中では、辺野古を推進するぞということで閣議の中ではもう統一的な見解を取ってるわけですね。そういう中で初めからもうほぼ結論が決まってるようなところで、申し立てをしたと。そうするとこれはどういうことかというと、裁判所の判断を抜きにして身内で一方的にですね、その工事を進める前提として埋め立て承認の撤回を一方的にストップすると、そういうことをした後に工事を進めたんですよということ、この4つ方法がある中で、本来ですね憲法とか地方自治の建前からすると一番取るべきのはその1を取って、その次その2だろうというのが筋になってます。でにもかかわらずその4の無理筋のところを取ったことの問題点というのを今日みんなで理解を深めたいなというのが今日のお話の中核になっているという、まあ、そういうことなんですね。でその前に、いくつか用語とか法律の世界の、まあ、基本的な考え方についてお話をしますが、対等平等関係ってこのケース1、A さんと B さんがいて、 A さんと B さんは平等ですよ、対等平等関係ですよ。で言い方を考えるとこれはですね、非権力的関係とも言います。権力関係ではないですよと、非権力関係を否定するという意味、非権力関係ですよって、これはケース1で、ケース2は上下関係、権力関係。お話ししようと思ったのは、非権力関係はどういうものなのかってまずイメージを描いてほしいんです。で権力関係っていうのはどんな感じかっていうのを皆さんにイメージを描いていただきて、いただきたくて、99年の法律改正、地方自治法の法律改正の前の段階で自治体の事務の多くは機関委任事務でした。あえて機関委任事務という制度を作ってたんですが、これは私たちが選挙で選んだ知事を国の機関として扱う制度でした。つまり上下関係、権力関係でした。この関係から
対等平等関係に99年以降憲法に趣旨に沿った形に変わりました。辺野古の埋め立て承認の事務は法定受託事務という制度ですけれども、これは自治体の事務です。自治体の事務ということはケース1なんです。しかしその99年以前は権力関係でした。やっぱりいろんなところから批判があったから憲法のような制度に戻りそうよという形でなったんです。そこで権力関係と非権力関係についてちょっとだけ説明しますね。牧師さん、昨日5万円貸しましたよね。返してください。貸しましたよ。今日返すって言ったじゃないですか。皆さん、私大学で教鞭取って学生に嘘はいけないって言ってるんですよ。牧師さんと私どちらを信じます？私を信じてくれる人手挙げてくれますか？牧師さんを信じてくれるする人。なんで？でもこれは今たまたまパッと言ったからみんな、先生嘘ついてるよなって思うけど、そういうところじゃなかった時には誰が正しいです？分かんないですよね。でも私が力強くてうんってこれもできないわけですよ。そうする場合一方的に貸したじゃない、いや借りなかったよ、やり取りした時に誰が正しいって、お互いの紛争で腕力が強いものが決めちゃう。腕力が強いものを決めるのを、これを事実の世界で権力性があるという言い方するんです。法律の世界では本当に誰が正しいか分かんない、こういう場合には最終的には裁判所の判決を待って決めましょう。世の中で判決があれば、仮にですよ、仮に僕が借りてなくても、仮にですよ、私が勝っちゃったら私の言い分が世の中で通用するんです。なぜかというと判決には権力性があるからです。権力性があるというのは世の中で通用しますよ。そうするとこの権力性があることを決定するからには慎重に丁寧に証拠を出し合ってやり取りして、誰の言い分が正しい、そういうことをやって、で一方的に貸したでしょということが言う人、借りた側から証拠を出させるとか、いろんな工夫をしないといけないわけです。何を言いたかったかというと、非権力的なケース1の場合ですが、お金貸したよね、いや借りてないよ、 A さんに、あなたには、僕は徳田が牧師さんに5万円返す義務があるでしょう、いやないよ、いや義務あるよ、やり取りこうぶつかるわけです。法律上の紛争が起きるわけです。最後は第三者である裁判所が決めるんですよ、こういうふうになってるわけです。じゃあ権力関係の話をします。 A さんと B さんがいて、この B さんが税務署とします。国税税務署、租税ですね。 B さんが A さんに、あなたは1年間のいろんな所得とかいろんな計算をしたら50万円国に納める義務がありますよ。 A からしたらこんなに所得ないぞと思ってるわけです。俺は払う義務ないよ、 A さんそう思ってるわけです。ここも払う義務ないよ、同じですよね。でも権力関係の場合には B さんが A に50万円支払いなさいって課税処分をすると、仮にではありますけれども、その課税処分された段階で A と B には法律関係が形成されて、 B には、あ、 A には、 A が裁判所で訴えて勝たない限り、
B さんの言うことが正しいという前提でいろんなことが進みますよってなってます。何度か言いますよ、ケース1の場合は私が牧師さんに5万円あるいは50万円支払ってくださいって言っても、裁判に起こさないといけないのは B さんです。権利を主張する者が裁判に訴えて自分の権利を実現しないといけない。そうでないと、まあ、B さんが訴えるわけですけど、こっちではで A さんが訴えてもいいんだけども、 A さんは待っててもいいんです。裁判を起こして本当に自分の権利を主張したいと思った対等平等の場合には権利を主張する者が訴える。しかし権力関係の場合には B さんが一方的に50万円税金払いなさい、もうこの時点で権利義務関係が発生したって考えるんです。判決に似てるんです。で A さんから訴えると、今回のその国土交通大臣がですね、一方的に撤回を執行停止した、これ権力的な介入というんですけれども、したがって A であるところの沖縄県がその国地方係争委員会に訴えたり、まあ、ここでアクションを起こさないといけなくなるわけです。本来国と沖縄県が対等平等関係であるならば、こういう形にして国から埋め立て承認撤回を取り下げてくださいね、沖縄県は取り下げる義務ないですよ、そうすると B の方から国地方係争委員会に訴えて、あるいは裁判所の方に訴えて、どちらが正しいかっていうのを第三者の方で認めましょう、こういった続きが法律の世界の通常のやり方、これが先ほど言ったところのその1その2その3その4でいうとその2のやり方がこのパターン、そういう順序で行くべきところを国は行政不服審査法という法律を用いるとこういう形で争うことができると、しかも第三者性がないところの行政機関自らの判断だけでできちゃうところ、これって憲法は国と自治体はこういう関係だったでしょ、でも今回使った不服申し立てっていうのはケース2のようなやり方を使ってるよね、こういうところが最大の問題になっているということです。今度もう一つですね、 B さんが A さんにいろんな、これが本当に国と自治体が対等平等だった時なんですが、本当に対等平等であった場合に A さんっていうのは沖縄県っていうのは会社と同じである種の法人として位置づけられていて、法律上は人です。で B さんも国で、法律上はこれまた人でとして扱います。人と人との間で権利義務関係が形成されるんですが、この国が A に対して
自治体に対して自治体が行ったいろんな政策を国の政策とぶつかり合った時に自分たちの言うことを聞いてくれよとこう依頼するわけですね。いろんな国が関与するわけです。これってこういう上下関係の時には俺が上級機関だぞ、お前下級機関だぞ、上級機関の方が専門的でいろんなことを知ってて、だから B の言うこと聞けってことになったんですが、対等平等になるとどうなるかというと、通常であれば例えばですよ、まあ牧さんばかりで挙げたあれですけども、話しやすいからですが、この講演頼まれるわけですよ、私牧さんに。で徳田先生、このケース1だったら牧さんが国だったら、ええ徳田よ、講演引き受けろよ、まあ、こういう命令になるわけですね。でも平等ですよね。これを牧さんが私に最初からあんた暇でしょ、引き受けろよって言われたらプツンときますよね。なんかなんで、つまり上から目線なわけですよ。こういう頼まれ方、つまり一方的にこっちにはこっちのいろんな考えがあるのに、お前の考える自分の方が世の中のためだぞと思ってポーンっていっちゃうと、つまり国がいくら自分たちの政策があるからといって、この自治体のやってる政策とぶつかり合うからといって、自分たちの国の都合のいい政策を一方的に押し付けるってことがどういう点で問題なのかってことなんです。これが1点目。2点目は押し付けるにしても手順があるだろうと。最初はお願いしてくれするわけですよ、なんとかしてくれないと。押し付けるにも手順があるんですよと、お願い、できるだけ会話で、その次指導、その次指示、もう最後の最後に命令で、それでも従わない場合にそれじゃあ裁判所に行くかという形で、地方自治法上は7段階か8段階の段階を踏んでます。こういう段階を一気に吹っ飛ばして、国はこの政策とこの政策違うから国の政策をとにかく従わす、通権力的にパーンときた、これはまずいよなと。それでしかも選挙で負けちゃった、これが大きいんです。というのは国が自治体の政策をできるだけ変えてくれないですかって依頼するときにポイントになるのは何かというと、地方自治って何で保障されているのかというとですね、地域が民主化することが実は国も民主化になるんですよって考えるんです。沖縄県すべて選挙の時に不正で全部変な人が選ばれる仕組みになってみてごらんなさい。あるいは男性だけの選挙権になってごらんなさい。女性の意見が反映されなければ国会でも女性の政策が反映できないはずです。地域が民主化になっていい議員さんを選ぶような、そういう民主化であればあるほど国会に送る議員さんも民主的な人で国も良くなるんですよ。つまり民主的国家の基盤は自治体にあるんだ、こう考えるんです。憲法は地方自治は民主的国家の基礎にある、基礎である、基盤であると。でしかもこの自治事務っていうのは可能な限り自治体で紛争があったりいろんな問題があったら自治体で民主的に解決してくださいね、これが地方自治なんです。そうすると B さんが A さんの政策に関与するのはどういう場合かというと、
A という自治体が民主的じゃなくなったとき、さらに言えば A というところの政策が明白に法令に違反してるよね。例えば生活保護であれば、ある条件であれば20万円決定出さないといけないところを10万円でもう終わってしまう、法令に完璧に違反していると。こういうことになった場合には B というのは法令に完璧に明白に違反してますよ。しかもこのことについて自治体の住民が異論を唱えてますよ。そういう場合に自治事務に対して B は関与できるんです。民主的でなくなってるって、なおかつ法令違反のあるような場合に、本来地方自治の考え方からすると B の政策の方が正しいので A は従えと。逆に言うと A が民主的な状態にあって、法律の筋も専門家の意見も聞きながらそれなりの筋を通している場合には、A の法令解釈の仕方と B の法令解釈の仕方は対等平等なんです。最後は裁判所で判決をもらうしかないんです。どちらの解釈が優先かってことはないんです。このように考えると、何を言おうとしているかというと、辺野古に関しては何度となく反対だっていうその政策が沖縄県の中では定着し、今度の知事選挙でも撤回の後に最大の争点として辺野古の是非が問題になったわけです。これは受けられませんよっていうのが民意として固まったわけです。その民主的に機能してるなっていう時に国土交通大臣の執行停止決定があったということは、民主制が機能している段階の中にあって権力的な関与をしたっていう地方自治とからすると最大の問題が起きるわけです。とってもショックだったと思います、安倍政権は。正直今回話し合いを外形的ではあれ一回持ちましょうと言ったときに断れなかったのは当然なんです。これぐらい地方自治の中で選挙で勝って民意でうまくその辺野古反対という是非を取っているということは、民主的国家の中でこれを強引に推し進めるということ自体、先ほど言った憲法の趣旨からもおかしいですし、地方自治が民主的な国家の基盤であってここが機能してない段階で介入することにしますよというのが99年法改正の前提になっていたにもかかわらず、この制度を使わなくてこういう制度を使ってこれを壊そうとしていること自体が実は今起きていることの最大の問題点であって、地方自治よりも国の安全保障政策っていうのが、いろんな憲法の規定とかは置いとくってでも何か優先してしまっていると。なぜ地方自治が重要なのかっていうことを本当に理解、国民全体が理解しないと、安全保障だと何気なく感覚として危ない、憲法よりもなんか肌感覚としてあってこうなるわけです。でもそのことによって実は戦前戦争になったでしょうと。もっと民主的に地方とかいろんなところを説得するような政策じゃないと、独裁的になってすぐ危ないところに行くよね。それで自治が保障されていたわけですけれども、今回は一方的にこれを覆してしまっている。こういう問題点が一番の問題点となっているというところです。これが今日お話ししたかった不服申し立ての、問題点の柱のその1でもう1点あるんですが、
ここまでで何かご質問ありますか。なければ進めますね。はい、これが今進めていることが地方自治の観点から問題だ。その前に、6ページ分だけ原稿を書いたというところを見ていただけますか。尾長知事のですね、戦う民意という本ですが、とてもいい本だなって何度か読むんですけれども、あの本で書かれていることが沖縄の、もう多くの人が共通の認識になって、で日本全体の認識、共通の認識になると、日本ってのは民主的に変わるだろうなと思うぐらい、すごい本だなと思いながら読んでたりするんですが、その中から3点ほど尾長知事がですね、どういうふうに日本をあるいは変えていくのかということを書いてある箇所をちょっと抜粋してみました。地方自治が侵されないように、国と地方自治体は形式的とはいえ、これ形式的っていうのは法律の世界ではという意味です。財政とか実動部隊とかそういうところで事実上の力関係で言えばいろいろ出てくるがということですが、全体で連帯してノーというべきものにはノーという、そして地方自治の在り方から再度考え直して、日本を変えるという、こういうことがありますよねということで、これはもう民主主義の原点でして、で真の民主主義を確立することで、沖縄を変え日本を変えることにつながりますと。でもう一つは、国が民主的になるとですね、できるだけ衝動的に戦争をしなくなって、いろんな計算をしながら理性的に物事をやると、言って、でフェイクニュースなんかにもクールに対応していくと。でもう一つは、北方アジアとの平和とかそういうことで考えると、この地方自治というところからアジアの平和を展望する必要があるんじゃないかと、こういうことを述べてるんですが、繰り返すようですけれども、この1から3のところっていうのは、地方自治は民主的国家の基盤であると、地方が民主的でないところで、あるいは地方自治を壊すってことは、壊そうとしている国家は民主制に対して何か敵対意識を持ってるんだという、こういう国家像があるのかなということです。次ですが、もう一つ詩人なりすましの問題についてお話をいたします。ピンクの資料のですね、6ページに見てほしいんですが、日本国憲法からあるんですけれども、日本国憲法6ページに、例えば19条で、思想及び良心の自由はこれは犯してはならない、あるいは13条で全て個人として尊重されるとか、あるいは21条で一切の表現の自由はこれを保障する、こういうふうに書かれています。この13条とか21条、こういうのを人権規定と言います。人権、個々人の個人の人権に関する規定ですよって。でこれに対して73条とか第8条とかですね、あるいは国会、内閣、裁判所、司法、これらの規定のことを統治と言います。国家機関ですね。憲法の規定を見ますと2つに分かれてまして、私たち個々人、人間が自由でありますよ、人権持ってますよ、こういう人権に関する規定と、この人権を守るためにどうしても必要最小限として国家を作りました。この国家の仕事に関することを定めた統治に関する規定、この2つがあります。憲法は
人権と統治に関する2つの柱から構成されています。これは近代的なそのヨーロッパあるいは主権国家と言われている国も多くの国がこういう体系です。で、それぞれに特徴的なことを言いますと、例えば私こんなこと言うんですね。内閣総理大臣と、県知事とでどちらが偉いと思う？結論から言うと、事実上の権力を持っているのは内閣総理大臣かもしれませんけれども、これは憲法で定められた権限を行使している限り、この権限を持っている人が優位なんです。都道府県知事が住民のために権限を行使していたら、この権限の行使の限りにおいては内閣総理大臣は従わないといけないんです。最高裁判所の決定に対しては内閣も従わないといけない、こういう形で憲法に書いてあるんです。一言で言うんだならばこういうことです。私たち個人や私人は法律で禁止しますよってことが書いていない限り、かつ他人に他人の権利を侵害しない限り何をやってもいいんです。こういうことが13条に書いてある。13条で公共の福祉に関しない限りって書いてあるのは、他人に迷惑をかけない限り、合憲の法律に反しない限り、私たちは自由ですよ、何やってもいいんですよと。私たち私人は自由が原則です。これに対して統治機構、権力持ってる人たちは何かというと、憲法や法律に書いてあるもの以外のことはしてはならないんです。内閣総理大臣が国会の仕事をします。法律作る。で、裁判所の役割もする。このことを一言で言うと独裁というんです。独裁とは、一つの機関が憲法外のいろんな権限を自分のところに集中してしまう。さて、何を言おうとしているかというと、権力を持っているものは法律や憲法で定めているもの以外のことはできませんよ。これに対して私たち私人は法律で禁止されてない限り自由ですよ。例えばです、先ほどのケース2の段階で、権力を持っている人が A さんに50万円支払いなさい、こういうことを、なぜ権力性を持っているかというと、国土、この税務署には所得税法という国会が作った法律があって、この法律で定められている権限の範囲内でこういうことをしている限りにおいて権力的な行使をすることができるんですよ。法律で書いてなければこういう命令はできないですよ、こういう書かれている範囲だっていうことなんですけれども、で、仮にですが、もう一つお話したかったのは、50万円支払いなさいって言ったときに A さんは、それじゃあ私の所得が年間500万円所得があって、50万円国に払う、分かりましたと。それじゃあ D さんは同じ500万円所得あるのに、なんで払う税金は20万円なんですか。同じ状況にあったものをなぜ平等に扱わないんですかとか、あるいは50万円支払うべきかどうかということを、念のために1ヶ月前に税務署のところに職員に相談しに行ったら、職員は払わなくていいって言ったじゃないですか、私は職員の言うことを信頼したんですよ、こういうことも言うことができます。
何を言おうとしてるかというと、 A さんは私には他の人たちと同じように扱ってくださいね、これ平等取扱い原則と言います。あるいは権力がやったことを信用したんですよという意味で言うと信頼保護の原則と言います。この個人を守るために、国家と個人というと国家が強いですから、私人にはいろんな権利を守るための法律上の道具が準備されています。自分の権利を守るための道具です。これに対して権力を持っている者は法律に従いなさい。しかし法律に従うにしても最初から一番厳しい権力使うんじゃなくて、まずは指導してくださいね、緩やかなの段階から徐々に厳しい段階にしてくださいよという比例原則というのがあります。権力を使うのはそれなりの縛りがあって手順を踏まえなさいというのがあるんです。何を言おうとしたかというと、 B さんはいろんな縛りがある、 A さんは自由で縛りがなくて権力が来た時には自分を守るいろんな道具がある、そういうことによって一人一人の自由を確保しましょうっていうのが近代憲法の出発点なんです。前置き長くなりました。沖縄防衛局は B なんです、権力持ってるから。でも突如として私は A ですよと言ったんです。法律の縛りからパンとなくなる、本来私人に認められているところの比例原則とか平等取扱い原則とか信頼保護の原則、例えば日米関係の信頼保護が重要じゃないですか、こういうのは普通信頼保護っていうのは A さんを守るための道具なのに、私人になりすましたらこれをポンといとも簡単に持ってくる。つまり議論の出発点を本当は権力がもっと縛られて十分に説明しないといけないというところを私人ということになることで、先ほど言った地方自治をいとも簡単にこうこっちが民主的に決定して選挙で選ばれたこの政策をいとも簡単にこう介入するような方法で持ってきた。で2つ目は本来自らの政策とかいろいろ沖縄防衛局はいろんな反対があるので住民にもっと説明しないといけないよね、工事を進める時の手順として予算のことも全部説明しないといけないよねっていうのに、こういうことを抜きにして私人だから、私人であればこんなことをいちいち説明しなくていいでしょ、まあ自由なんだから、で自分の権利が侵害されたって言った時には私人に保障されてる信頼保護を持ってきて日米間の信頼保護だ、まあ、こういう論理の組み立て方が立てやすくなると、こういうことが今この不服申し立てのところで、できされていて非常に問題になっているよねと。でこれでさすがに国地方競争委員会3年前も同じことがあったんですが、この裁判が起きたときに和解を進めた裁判官はこれは筋としては悪い、こう考えたんです。それで先ほど言ったこの筋ではなくて4つの方法があって、その1その2その3その4ってありましたが、その2だけで行きなさいっていうふうに和解を進めたんです。本来は国地方係争委員会はその1で行け、和解の時もその1をがダメだったらその2で行け、その4は筋が悪いよね、国は一度その和解に乗ったんです。和解の時に裁判官にその裁判官に説得されたはずです。でも懲りずに今回もう一度それをやった。そ
そうすると沖縄県何を考えるかというと、あの時の和解のやり取りも全部頭の中に入ってるはずです。プラスこの方法でやった政策は全て法的には無効だと思ってるはずです。そうするとミジャ側の問題、その他いろんな知事の承認が出てくるときに、あなた方がやってるのは無効だから、私の法解釈が正しいから従いませんよって言って、全て不許可の方向で動くはずです。知事の権限があるものに関してはですけどよ。それで多分一番最も工事を進めやすいって考えてやったところのその4なんだけれども、法令の解釈としては A さんの解釈であろうと B さんの解釈であろうと対等なので、その2の方法を使ったところの裁判所の判決がない限り、どちらの解釈が唯一なのかって結論が出ないので、多分前回と同じように今一度その4の方向からその2の方向に舵を切り替えるか、舵を切り替えずにその4でずっと突っ走るんであれば、これから出てくる知事のいろんな許認可の時にいろんな抵抗にも、まあ、本当にそういう制度になってますから合うでしょうし、まあ法律の目から見ると一見強権的に効率的に埋め立て工事をしようとしたルートが、実はなぜこれを取ったのかなっていうのがクエスチョンマークのところがあると、もう一回その2に戻るんじゃないかなっていうところがありますし、その2でずっとやると非常に批判を覚悟で一点突破をやるのかなという、 そこで持っていくと怖い政権だなと、3年前よりももっと追い詰められてるのかなっていう気がしてて、この点については本当にちゃんと見とかないと危険だなという感じを思っているということで、私のお話としたいと思います。以上です。すぐ続けて、元気のある人後ろの方で椅子をもう一回運び出してください。はい、国沢さん、スクリーンを下ろす係はどこ行ったかな。上田さんには、工事再開にどう対応すべきか、辺野古新基地建設は頓挫するというタイトルでお話をしてもらいます。で、北上田さんは、京都から沖縄に移り住んで10年ぐらいになりますけれども、土木の技師として役所に勤めていたこともあって、国が行うべき手続きについて詳しいので、情報開示請求とかで国の計画を次々と暴いています。じゃあマイクを渡します。皆さんどうもこんばんは。はいはい。
会場整理のために2分間待つそうです。しばらくお待ちください。じゃあどうも改めまして、どうもこんばんは。今紹介いただきました北上田と言います。で今徳田先生の方から非常に法律の基本的な話でなるほどなと少し吹っ切れたような思いがするんですけども、私の方は非常に現実的な現場の話で話をしていきたいというふうに思います。でご承知のように11月1日から工事が再開されました。で今日、一応、とりあえず40分ぐらいということで時間いただいてるんですけども、今日話したいのはこういう内容です。一つはこれから工事がどういうふうに進められるか、辺野古の現場がどうなっていくかというのが一つですね。それから今大きな焦点になっている元武港の港湾使用許可の問題についてもお話をしたいというふうに思っています。であと、軟弱地盤の話等々があるんですけども、ちょっとその辺時間がどういうふうになるか分かりませんので、とりあえず1番と2番の問題を中心にお話をしたいというふうに思います。で今工事が再開されて現在辺野古で進んでいるのは大浦湾でのフロートの設置ですね。でちょうどこの工事区域、臨時制限区域に指定された場所ですけども、そこに今フロートの張り出しが連日続いています。で船とカヌーのメンバーが、懸命の抗議行動、阻止行動をやってるんですけども、今のところ京急のところから瀬岳の方、それからこの辺りまでフロートが張られている。でただ、大浦湾全体としても、ここまでで5700メートル以上もあります。でこの航路の入り口の方は760メートルで、ここは違ったチューブ状 のフロートで船が入るときに開け閉めするような形ですけど、丸いフロートは5000メートルからある、そういった形でおそらくフロートの設置だけでも、その2週間ぐらいはかかるんじゃないかというふうに思っています。でもう一つは以前払っていたフロートは現場見られた方も多いと思いますけども、フロートの横に鉄棒がついてロープが張り巡らされている、カヌーと船が中に入れないようなフェンスのようなあれだったんですけど、今は鉄棒とかロープは一切ありません。で一重だけでフロートが張られても、船もカヌーも、練習を重ねて簡単に越えることができますから、防衛局が最後までこれでいくのかどうか、またいろんな補強20、30にするのか、そういったことも含めてしばらく工事が実際に始まるまでに侵入阻止のためのこういったフロートの設置がしばらくは続くだろうと、そういうふうに思います。それからその後始まるのが、一つは土砂の海上搬送の問題ですね。で埋め立てがいよいよ開始される。で辺野古側の辺野古崎からこの工区、この全体を本当は2工区というんですけども、その一部約 6.3 ヘクタールの部分に最初に土砂が入れられるというふうに言われています。で、工事の設計書、情報公開で入手したものですけども、ちょうどこれが N55 岩、それから N3 ですね。でこの区域です。で全体としての土量は129万リューベ、今回の3月2日に契約をされた辺野古側の埋め立て工事の設計図書による埋め立て土量は129万リューベなんです。でただ、辺野古側の最終的な必要な土量は319万リューベです。だから今回今防衛局が契約をして行おうとしているのは、実際にはまだ
辺野古側の埋め立て土量の半分以下、3分の1程度しかないんですね。で、まあ、そういう意味では高さが上まで行くことはない、まあ、そういう状況にあるわけです。で、総工費は283億円、これだけでも大変な額になっています。で、ちょうどこの3工区ですけども、大林組、東洋建設等々、本土の大手ゼネコン、だから大きな工区は全て大成とか安藤狭間とかね、大手ゼネコンが中心となった共同企業体で、沖縄の会社が最後の方に引き継いでますけども、まあ、ほとんどの儲けは大手ゼネコン、本土の大手ゼネコンが持っていく、そういう仕組みになっているわけです。あれ、行かなくなった。で、埋められるのはいわゆる土砂です。で、言葉としてはガンズリという言葉を聞きになったというふうに思いますけども、まあ、こういうものなんですね。で、今まで入っていたのはグリー石、それから傾斜抵抗岩の基礎のステージということで、こうしたゴロゴロしたステージは大きな、最大で200キロほどもあるような大きな石で、グリー石というのはいわゆる根固めを袋材に中へ詰めているような、大きくても15センチ程度のものですけども、そういったものが今まで入ってきた。で、これから入るのはガンズリというのは、これは基本的には土砂です。で、採石場でいわゆる氷土とかそういったものをめくって採石、石材を取った後に残る岩のくずと土砂が混ざったものなんですね。だから今までとは随分違うものです。で、ちょっとこの高さの話は時間が多分ないので飛ばして、もしあと時間があれば話をします。で、まあ、最近よく元部の港湾使用許可の問題と絡めて、これからの工事、土砂がどういう形で運ばれるかということが新聞によく報道がされていますけども、今後の埋め立て土砂は基本的には全て海上搬送です。今までのような陸上でダンプトラックによる搬送はありません。で、これは埋め立て承認願書の本文の設計の概要というところなんですけども、そこでは埋め立ての仕方は山土及びガット線等で陸揚げするガン釣りというふうになっているわけですね。で、山土というのは辺野古ダム周辺の土砂ですね。で、あとはだからガット線で陸揚げするガン釣りということですから、全ては海上搬送というふうに、いわゆる設計、埋め立て承認願書の設計の概要でも明記をされていたということになるわけです。で、これは埋め立て、埋め立て承認願書に添付されている埋め立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書なんですけども、本部地区、それから国頭地区から北回りの海上搬送を行って辺野古に来る、こういったことが願書に添付されていた、まあ、この土砂に関する図書にも記載をされているわけです。で、この別の線はこれは海砂です。より尻菱のあたりとかやんばるの東海岸のあたり方から海砂を持ってくるけども、まあ、海砂は最終的には軽村の中に詰める中詰めのためのものですから、海砂が来るまでは随分先になる。で、基本的にはだから今回の辺野古で工事が再開された時には本部国頭の土砂が海上搬送される、これが防衛局が出してきた願書の内容です。で、まあ、埋め立て承認願書、それからそこの添付図書でもそういうふうに書かれてるんですけども、今年になってから私4回ぐらい防衛省交渉を東京の市民グループ、それから土砂搬出反対全国連絡協議会とやってるんですけども、まあ、そこでもこの土砂の問題は気になって再三防衛局に質問を投げています。で、文書回答が、これまあ糸数慶吾さんを通して向こうから出てきた文書回答ですけども、国頭地区または本部地区から採取すると、まあ、そういうふうに明言をしているわけですね。
あ、すみません。それからやはり海上から搬入する、これも防衛省は正式に文書でこういうふうに回答している、まあ、そういうことなんです。でちょっとまあその辺のあれを追加しますと、これは今年の6月、沖縄県に対して赤土等流出防止条例の手続きがされました。でそこで8月17日から埋め立て工事土砂投入を始めるというふうに事業開始日が書いてあったので大騒ぎになりましたけども、その文書が先日やっと沖縄県から公開されました。で陸揚げする護岸は京急護岸だと、いわゆる大浦湾の一番奥のところに100メートルだけ作った護岸がありますね。石材の海上搬送の時もそこから陸揚げをしていたんですけども、そこから陸揚げをするということを、これは防衛局が県の紹介に対して回答した文書です。で、ちょっとその、 お尻の話からは外れるんですけども、沖縄県が気にしていたのは雨天時にはどうするんだということを質問しています。でこれは何かというと、今までは石材でした、だから陸上搬送でダンプトラック、それから海上搬送で台船で入ってきても雨が降っても石材ですから、そしてその採石場で出るときに洗浄することになってるわけですね。これも怪しいもんだったんですけども、だから雨の場合でもそう大きな問題なかった。ところが今回は先ほどもありましたような土砂ですから、雨が降れば流れるわけです。で防衛局の言い分は、台船は甲板の周囲を H 型構造で囲い、埋め立て台や濁水が海中に落ちない構造であるとともに、濁水貯留処理プラントを設置しており、船上の濁水を基準値 SS25 ミリ以下パリッター以下までであることを確認後放流すると、だから雨でも海上搬送をするということを言ってるわけです。でこれは実は全くのデタラメなんですけども、これ7月の末から実は本部塩川港から埋め立て用の土砂の積み込みが始まりました、台船に。で結局その船は台船5隻ぐらいが沖合で1ヶ月ぐらい漂流か停泊をしたまま、結局辺野古に持ってくることができずにね、また本部の港に戻って採石場に返してしまったんですけども、その時のこれ元部の島ぐるみの方が撮った写真ですけども、まあ要するに甲板から大量の濁水が流れている、だからさっき言ったような防衛局が約束していたような対策はされていない。でだからもしこういった形で埋め立て土砂の搬入が強行された場合もね、こういったことを厳重にチェックして、で雨の場合にはさせないとかね、そういったことがこれ今後の取り組みとしても重要になるというふうに考えています。それからもう一つ、まあ、ちょっと細かい話で申し訳ないんですけども、京急護岸に台船を、まあ、先端をつけて、そこからダンプトラックが入って積み上げてるわけですけども、元部から辺野古まで来るのは、まあ、台船では時間がかかるのでガット船という船で来るわけですね。でガット船がこの近くでダンプウェイ台船に積み替えるわけです。でそこで防衛局はどういう書類を沖縄県に出していたかというと、積み替えにあたってはガット船とダンプウェイ台船の間にブルーシート等を設置し、埋め立て材が海中に落下しない対応を図ると、こんなこと文書で書いてるんです。で夏まで散々海上でね、海上搬送した石材が京急護岸から陸揚げされましたけども、まあ、再三海に出て見ていても、こんなところにブルーシートが使われた試しは一回もない。だから、まあ、そういう意味でも防衛局は全く自らが文書で約束をようなしたことはやらないまま、土砂 の, あその今まではその搬送を続けてきたという、だからこういったことも今後 の, チェックをする内容になるというふうに思います。でちょっと今話が外れましたけども、今言いましたように本部国頭から
の採石場からこういうルートで出ると。で、元部の場合はこれは横ですから、後でまた写真をお見せしますけども、元部の塩川港というのは琉球セメント阿波鉱山、大量の非常に広大な石灰岩の採石場ですけども、その前にあるから、この青いルートの起点は元部塩川というのは分かるわけですね。ところが問題は国頭地区の方です。国頭の採石場奥間鉱山というのがあるんですけども、この横というと、この場所でいうと辺土名の漁港しかない。で、漁港、これ上空からの写真ですけども、こんな小さな漁港で土砂の搬出、大量のダンプトラックで大きな台船が来て搬出なんかできるはずがない。まして漁港ですから、しかもこれは大種漁港といって一番小さな規模の漁港なんです。だから実際には国頭の方は土砂を搬出する港は現実にはありえない。で、なぜ当初の土砂に関する図書でこういう書類が出されていたのか分かりませんけども、だから現実には国頭から土砂を出すことは無理なんです、今のままでは。だからおそらくは元部のあの採石場から、元部塩川からの海上搬送のルートしかない。で、それを変えようとすると、さっきの土砂に関する図書の変更には留意事項に基づいて知事の承認が必要ですから、知事の承認がない限り、この元部からの、元部塩川からの海上搬送しか向こうはできません。で、これはちょっと今の留意事項の、念のためあれですけども、留意事項の4番目が知事の承認を受けることの内容が、埋め立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書、今までお見せしてきたものですね。それを変更する場合は知事の承認がいる。で、今回の8月31日の沖縄県の埋め立て承認撤回の理由の中でも、例えば留意事項違反で実施設計の事前協議とかね、こういったことが上がってるわけですけども、環境保全対策等とも県の協議、実施設計の事前協議なんですね。ところが4番目はいずれもこれは知事の承認ということで、環境保全に関する措置を記載した図書の変更、それから土砂に関する図書の変更は知事の承認が必要ということで、協議よりはもっと縛りが強いわけです。で、大体だから土砂の話をまとめますと、129万リューベの土砂というふうに言いました。で、これは10トンダンプで換算すると約30万台、ものすごい量のダンプトラックで必要になるわけです、もちろん海上搬送ですから、ダンプがそのまま辺野古へ来るわけじゃなくて、採石場からこれだけのダンプで元部塩川に行って、そこからは台船で京急護岸まで来る。で、京急護岸からまた30万台のダンプトラックを使って辺野古側の埋め立て地区のところへ運ぶ必要があるわけです。だから膨大な作業が続くわけです。で、防衛局が今抱えている、これはこの後は私の推測の話なんですけども、要するに土砂投入を始める埋め立て工事に着手するというふうに強がっていますけども、実は大きな問題を抱えている彼らは。で、それは京急護岸しか今陸揚げする場所がないんです。他には全くありません。で、京急護岸からの陸揚げは、先ほども言いましたけども、海上からも監視をしていて、去年の石材の積み込みの場合でも1日にダンプトラック200台分ぐらいが精一杯です。だからこれはどういうことかというと、129万リューベ、26万から30万台分のダンプを1日に200台とすると、ぶっ通しで続けてもね、土曜日日曜日盆正月台風の時も休まずにぶっ通しでやったとしても3年半から4年はかかるんです。だから現実的にはこれはもうかなり防衛局にとっても絶望的な期間がかかる。だから彼らがおそらく今考えているのは、これをどう解決するかという問題なんですね。で、考えられるのは2つの方法しかない。で、後ろの方から言いますと、海上搬送だけではなくてダンプによる陸上搬送も併用する、これをおそらく狙っているのは確かだというふうに思うんです。で、ところがこれはさっきから言いましたように、
設計概要の変更申請、それから留意事項の変更でいずれも知事の承認がいる、2つの縛りがあるわけです。でところが去年石材を海上搬送途中からやりましたね。で石材については環境保全図書で陸上搬送、ダンプによる陸上搬送と明記をされていたわけです。でそれを一方的に海上搬送も追加をして、でだから沖縄県は環境保全図書の変更だからやめるようにということを再三行政指導しましたけども、それを無視したまま海上搬送も同時に続けたわけです。で今度は逆のことになるわけです。でただ環境保全図書の変更、土砂に関する図書の変更だけではなくてね、設計概要の変更申請、一番重要な埋め立て承認願書の本文の部分の設計概要の変更申請が必要な事項でもあるわけですから、今まで行われたような石材の搬送を勝手に変えてしまったことよりはもっともっと大きな問題になる。だからこれは絶対に許せないことになるわけです。それからもう一つ考えられるのは、京急護岸からしか今積み上げる場所がないというふうに言いましたね。これを増やすことを当然考えているというふうに思います。で、まあ、これがそうですけども、これ上空からの写真ですね。あの土砂陸揚げ場所搬送道路の造成というふうに書いています。でこれはちょうど、お手元にレジュメとは別にあの1枚だけカラーで印刷してもらった紙があるんですけども、まあ、これ見ていただいたら分かるように、まあ、今はだから一番奥の京急護岸の100メートル部分のところしか陸揚げ場所がないわけです。でここからシュワブの基地の中の道路を通って今までは作業ヤードに石材を運んでいた。で基本的に米軍基地の中は当初の計画では工事車両は通行しない、外周部分にくるっと工事用の仮設道路を作ってね、工事車両はシュワブの中を走るんじゃなくて周囲の工事用仮設道路でを通行する、そういうふうになってたわけです。で今回の場合おそらく考えられるのは、この京急護岸から辺野古の作業ヤードまで工事用仮設道路丸2という道路が予定をされています。でこれは当初にはなかったんですけども、中山元知事ですね、もう元になるんですかね、2014年の9月に防衛局は設計外の変更申請を出して、で私たちはあの頃県庁ロビーにね再三集まっては、もう10万票もの大差で信任をなくした中山さんが辞める直前に設計外の変更申請を認めることはありえないというふうに再三抗議を続けたんですけども、まあ、いくつかの内容と一緒にこの工事用仮設道路についても当時の中山さんは承認をして、そしてやじと怒号の中を寂しく県庁を去っていったわけですね。でこの工事用仮設道路を今作業宿のあたりからこの辺までできています。でおそらくこれを延長する京急護岸までその工事が始まるだろうと。で積み上げ場所の追加というふうに言いましたけども、おそらくここに中仕切り護岸、辺野古側でここでも中仕切り護岸 N5 というのがあったんですけども、それと同じような形で埋め立ての外周護岸ではなくて内側を仕切るような工事、あの護岸を中仕切り護岸というんですけども N1 というのが予定をされている。それから作業宿のあたりに N2 というのが予定をされているわけです。でこれを造成すると京急で100メートル造成して陸揚げ用に使っていると同じようにね、陸揚げ場所となる。もしこれ両方作ることになると3カ所に陸揚げ場所が増えるから、3年半から4年かかるといったのが3分の1に短縮されるわけですね。で、まあ、そういうことで今上空からの写真ですけども、あのこういう形で工事を仮設道路のはもうすでにこれだけできているわけです。でここから海岸部を通って京急護岸につながる。で
この辺り、これ浮桟橋海保が出てくるこの辺りに N1 護岸、それからこの辺りに N2 護岸が予定をされている。でおそらくこの工事に入っていくというふうに思われます。でこれ実は当初2014年当時ね、埋め立て承認願書ではなかったんですけども、防衛局は大浦湾のこの辺り、シワブの大浦湾側に2カ所の仮設桟橋、仮設岸壁を作ることを計画をして、当時の環境監視等委員会にも正式にこれ出した図面です。500メートルの仮設岸壁を作る、だから仮設桟橋、まあ、いろんなそういった計画を出してきたわけです。でこれは私たちも再三県にも要請をして、埋め立て承認願書にもなかったもんだから やるんであれば設計画の変更申請が必要だということで、で県の方も再三防衛局に紹介をして、結局頓挫した経過があるんだ。だからいずれにしろ防衛局は当初から大浦湾でそういった仮設桟橋を作りたいというのは持っていたわけですね。で、まあ、だから土砂の問題でのまとめですけども、先ほど言いましたように国頭元部の土砂に限られる。で今まで石材が出されていたのは4カ所の鉱山、鉱山というのは石灰岩の採石場というのは鉱山になるんです。で工業法が適用されます。いわゆる 鉄とかね、そういった採石場、いわゆる採石法が適用される採石場のには石灰岩の採石場は入りません。工業法が適用されることになる。だから所管は国が所管をします。石灰岩以外の採石場は県が所管をしている。で今まで護岸の石材は4カ所から出ていました。琉球セメントタワー鉱山、コービック国馬鉱山、コービック奥間鉱山、それから阿波鉱山のすぐ横ですけども山城採石工業で、ところが山城採石工業はこれ名護市にあります。だから防衛局は国頭元部の土砂というふうに明言をしているわけですから、名護市の採石場は使うわけにはいかない。だから今後もし土砂の搬入搬送が強行された場合、こういった国頭元部以外の土砂が使われないかどうか、特に山城再生工業をチェックする必要があるだろうと。それからもう一つは、もう何回も言ってますけども、ダンプによる陸上搬送はありません。知事の承認がない限りありないという。それから国頭の土砂は搬出口がないので使えない。それから先ほど見ましたように土砂陸揚げのための工事用仮設道路中仕切護岸の造成が始まるだろうと。だから今元部の岸壁が使えない、後でこれお話をしますけども、そういった状況にもあって工事、しかも埋め立て土砂は海上搬送ということを強調しているわけですから、工事車両は入ってこないだろうというふうな見方もあると思うんですね。実はそうじゃないと。でおそらく工事を仮設道路と中仕切護岸造成のための資材、これはグリー紙です。それからステイ紙、それと、先ほどちょっと説明飛ばしてしまいましたけども、大浦湾の工事を仮設道路のちょうど中央部のあたりは三茶川が流れ込んでるんです。三茶川の河口になります。だから河口の前に根固めを袋台で持ってね、道路を作るわけにいかない。そのあたり300メートルほどは橋梁になります。橋、鉄の鋼材を使って橋を組み立てる。だからその下も水が流れる。で、だからそういう資材が今後工事用ゲートから入ってくる可能性は非常に強いというふうに思っています。だから海上搬送の土砂搬入がしばらくないということで、ゲート前大丈夫だということではなくてね、こういった資材をいつから入れるか、防衛局は当然まあ、そのことを予定しているというふうに思います。それから元部塩川からの土砂搬出の問題で、
特に公安使用許可の問題、これは連日今新聞等で大きく取り上げられているのでご承知だと思いますけども、ちょっとこの問題を簡単に説明していきたいというふうに思います。で、本部使用課はちょうど美ら海の水族館に行く国道449号線の右手の方が琉球セメント、これ阿波鉱山、そしてちょうどこの向こうが先ほど言いました山城採石工業で、広大な採石場ですね。で、その琉球セメント阿波鉱山のゲートのすぐ前に本部港塩川地区というのがあるわけです。もうまるで琉球セメント阿波鉱山の専用の港のようですけども、これは沖縄県の管理をしている県の所管の港湾です。で、この間大きな話になったのが、本部長が港の使用を認めない、まあ、手続き的には岸壁の使用許可を申請を受理しなかったということなんですけども、このことで大きな今問題になっています。で、このタイトルいいですね、海路断たれ国窮地、まさに今その通りです。だから防衛局が予定をしていた土砂の海上搬送が当面できなくなった、まあ、そういった状況ですね。で、これ現場の写真ですけども、9月の末でしたかね、台風24号かで、こんなふうに護岸のところが本当に大変な破損状況になっている。で、ここが一番ひどいんですけども、この向こうの方にも2箇所だから6箇所岸壁があるんですけども、そのうちの3箇所が破損をしてしまったと、そういう状態にあるわけです。で、本部港塩川地区というのは県の所管の港湾だというふうに言いましたけども、ちょっと簡単に法的な問題をざっとお話をしたいと思います。で、沖縄県の港湾管理条例というのが県の所管の港湾には適用される、だから知事の許可が必要なんですね。で、使用料であるとかの定めがある。それからただ31条で事務処理の特例というのがあって、これは地方自治法の規定による一部のそういった事務の権限を市町村に、地元の市町村にが処理をするというふうになっているわけです。で、港湾使用許可の先ほど知事の許可というふうに言いましたけども、まあ、大きく分けて他のもいろいろあるんですけども、大きく分けて問題になるのは岸壁の使用許可、それから荷さば基地の使用許可、港湾施設用地の使用許可というのがあります。まあ、岸壁の使用許可には船を接岸してその許可ですね。で、荷さば基地というのはその船に荷物を積み下ろす、でそのため の, 一時的な仮置きとか、そういったことをする。それから港湾施設用地というのは、だから管理事務所であるとかね、それからいろんな設備とか公害防止装置とか、そういったものを言うわけです。で、ちょっとこれ先ほどの31条の文章をそのまま挙げてちょっとややこしいんですけども、基本的には本部港の場合は通常の管理、港の管理ですね、日常の管理、それから港湾使用許可は本部長、ただし港湾施設用地使用許可は沖縄県がまだ持っているわけです。だから全ての港湾用地の港湾の使用許可の権限が全て本部長に移譲されているわけではない、そういった状態にあります。で、それをまとめると、岸壁使用許可、荷さば基地の使用許可は本部長がやるわけです。港湾施設用地の使用許可は沖縄県がやることになっている。だから先ほど言った荷さば基地、これは本部長、港湾施設用地、まあ、いろんな施設用地というのはいろんな施設の敷地ということでいろんなことありますけども、これは沖縄県がやることになっています。で、これをちょっと回しましょうか。実は
元福岡塩川地区の港湾の管理というのはもう全くずさんでした。去年、まあ、奥港の使用が、ね、あの県が許可をして、でその後元部長元部港の使用許可についても出されて、元部港から積み出しが始まるというので、私たち、まあ、元部の島ぐるみの皆さんと一緒に何回も沖縄県、それから元部長の港湾事務所役場方にも行って、本当に呆れたんですけども、今まで去年までは元部長の役場はね、岸壁使用許可の申請手続きを出させていなかったんです。全部北部港運という、あそこの地元のそういったあの船のその荷さばきの取引っている大きな会社、地元の会社があるんですけども、そこに任せてね、そこが全部調整をして、で終わった後にいつ使ったからというので使用料の書類が来ていた。でだからこれが今回はね、たまたま防衛局が辺野古の埋め立てのための岸壁使用許可の申請をして元部長が受理をしなかったから今回止まりましたけども、例えば去年今頃こういうことがされていたら、そんなことはならなかったわけですね。北部港運が勝手にさばいてね、だから防衛区のことだから優先して使ってくださいと、そうなっていた。だからこれも去年からの元部島ぐるみなんかと一緒にやってきた取り組みの一つは成果です。これが完全に是正をされた。それから荷さばき地の使用範囲なんかも、これも全くずさんで大雑把な略図しか書いてないような、どこからどこまでが許可されているか、面積の根拠が全くない。で実は荷さばき地の使用許可、それから岸壁使用許可は元部長に移譲されているわけですけども、使用料はそのまま元部長を経由してすぐ沖縄県の方に残されるわけです。で県の方はその2つの許可については元部長に移譲しているから県が指示を指導する権限はないというふうに言ってるんですけども、使用料は県に来てるわけだから、まあ、これは去年も随分県とは随分やり取りをしたんですけども、その使用料の面積、使用の面積が正しいかどうかとかね、もう見るからに間違っているようなことについては県はやっぱり指導する責任があるだろうと、まあ、そういったことも追及をして、まあ、かなりあのそういったずさんな内容は是正をされました。それから港湾の一部が琉球セメントのコンクリート製品の製品の製作所になっているとかね、去年は1年近くそれが続きました。もうそれは全く公共施設としての港湾使用許可としては本来ありえない、一部の企業のために勝手に使っている、それを行政が黙認をしている。で本来それをチェックをすべき元部長も、それから沖縄県の方もそれを放任してきた。それから先ほどちょっと審査基準の話飛ばしましたけども、行政手続き法でいろんな許認可をする場合は審査基準と標準処理期間というのを定めて、それを公開するようなことになっている、定めがあるわけですね。ところが元部長の場合はそれが全くなかった。これ実は沖縄県もなかったんです。去年奥港の使用許可をした時には大慌てで審査基準を作ってね、やっとつじつまを合わせてそして許可をしましたけども、沖縄県ですらそういう現状だったわけです。で元部長はその後も全くなかった。だから去年私たちが審査基準もないのに、なぜ辺野古への石材搬送のためのね、岸壁使用許可、荷さばき地の使用許可を出せるんか、許可の基準がないじゃないかというふうに追及をして、結局その手続きをして広告をするまでは土砂あの石材の搬送はできなかった。大幅に遅れました。で県の方ですけども、まあ、第三者の先ほど見ましたけど対応を続けていたわけですけども、港湾台帳、これは港湾法で整備が義務付けられている非常に重要なあの台帳なんですけども、それが全く不備でずさんなもんであったとか、それから先ほどもちょっと言いましたけど港湾施設の使用許可が一切何の手続きも取らせていなかったわけです。でこれは今年の、10月ぐらいの写真ですけども、だから随分変わりました元部港で。沖縄県も今までのような第三者として我々には責任がありませんよので言えなくなってきたわけですね。で一つはこれは那覇空港の埋め立てのための
岸壁仕様ですけども、こういったどういうのかな、そのスロープ、ブロックと土砂でスロープを作って、まあ、積み込みやすいように、でこういった施設、これも以前は全く許可手続きなしだったんですけども、7月からは沖縄県が港湾施設使用許可を出すようになって、でこれもそうです、先ほど言いました北部港運の管理事務所、作業員の休憩所があるんですけども、これも全く元届け許可のないまま置かれていたのが、やっと7月からは沖縄県が港湾施設使用許可を出した。でタイヤ洗浄装置、これも明らかに公害対策等々ですから港湾施設用地の使用許可の対象なんですけども、これも全くの手続きがなしのまま、それから計量器ですね、あのダンプで重量を測る、そういったものも元届けだった。でこういったものをいずれも沖縄県がこの7月からは全て港湾施設用地の使用許可を県に出させて、県が許可を出すようになりました。だから従来のようにね、沖縄県は全てを本部長に委譲しているから県は関係ないんだと、そういった言い方はかなり崩れてきている。本部長、本部港の使用についても沖縄県は当然いろんな形で責任があるということを認めざるを得なくなっています。これは先ほど言ったあれですね、那覇空港の積み出しがこの辺りから始まって、辺野古への積み出しはこちら側でやるんだ。で今先ほど写真あった破損しているのが一番大きな場所がちょうどこの辺りです。それからここも3カ所ほど破損をしているわけですね。で、まあ問題がいくつかあるんですけども、まあ、今新聞等でもお分かりのように破損箇所が補修されるまでは新たな岸壁使用許可は無理だということになっています。でこれは沖縄県もそれから本部長も強調しているのは政治的な判断ではないんだと、あくまでも物理的な理由だと。でこのままそういった潰れた破損した岸壁を使うと破損箇所がさらに拡大する、そういったことであるとか、現在でも那覇空港の積み出し、それから離島への積み出しで45隻が岸壁使用許可していて、もうその余地がない、スペースがない、そういったことで物理的な理由だというふうに言っているわけです。で災害で破損した場所ですから、県が災害復旧事業、これは 100% 国庫補助なんですけども、それで補修をしてことになるわけですけども、そのためにはまず国の査察官が現地に来て破損の状況とかね、その範囲を大体確認をして、それに基づいて県が予算計上して設計書を作って、で今報道されているのは工事着手は年明け以降かというふうに言われています。だからこのままでは少なくとも年明け以降、年明けから工事が始まったとしても、その先までは本部港は辺野古への土砂の積み出しのためには使えない、そういう状態が予想されるわけです。ただ11月の2日、防衛大臣が記者会見でこんなこと言ってるんです。防衛省としては引き続き本部長と調整を進め、速やかな使用許可を得たい、物理的にダメだと言ってるのに調整を進めなんて言ってるわけですね。これはもう露骨にやっぱ圧力をかけるということでしか考えられません。でそういう意味では本部長、まあ、今のところは随分頑張ってやってくれてると思うんですけども、そういった防衛局のいろんな圧力にも屈せずね、今のあれを貫いてほしいという。でただ問題は補修された後です。であくまで物理的な理由、辺野古がどうだというような政治的な理由ではないんだということを強調しているわけですから、本部長の方も港が補修されたら後も拒否する理由は本部長には今のままではないわけですね。だから本当の私たちのこれからの取り組みというか重要な点は、補修後の辺野古への土砂搬出のために本部港使用化地区を使わせないために、沖縄県と本部長に要請行動
等々をどうしていくか、それが当面の課題になります。で、まあ、これはちょっと飛ばしましょうか。で、本部長に対して、まあ、いくつか島ぐるみの皆さんと一緒に考えてるんですけども、まあ先ほど言ったように今の不受理の継続、それから補修が終わった後にも県政の基本柱である辺野古新基地建設のために県管理の港は使わせない、そういった要請、それからもう一つは先ほど見ました30万台今回の埋め立て工事だけでも30万台ものダンプトラックが塩川に集中するわけです。それこそやっぱり大変な状態になる。で、これは審査基準の中で環境を悪化させる恐れがある場合は許可できないというような審査基準もあるわけです。これ沖縄県の審査基準もそうだし、それに基づいた本部長の審査基準でもあるわけです。そういったことにも抵触するだろうと、まあ、そういったことも含めて本部長に対する行動も重要になってくる。それからもう一つ今私自身が考えているのは、名護から美ら海の行く国道の右手の本当に広大な採石場、沖縄の一番の観光地を、ね、多くの観光客通るところの本当にあの広大な採石場があのままでいいのかということもやっぱり思います。で、特に問題になるのはこれ Google の上空からの写真ですけども、ものすごいんですね。これ上から見るともう広大なところが山が削られてしまっている。で、2017年、去年の2月には採石場が葉っぱをしてね、採石のために葉っぱをして、こんな大きな4メートルもあるような巨岩が下の集落の集会所の横までわずか30センチの横で偶然助かったそうですけどもね、こういったことも起こっている。で、この間いろいろ調べていて分かったのは、名護市、さっき言った琉球船、山城採石工業とか名護市の方にもいろんな採石場大小あるんですけども、名護市は各鉱山各採石場と公害防止協定を締結しています。で、いろんな災害公害防止計画を事前に役場の方に出すとか、それから問題ある場合は自治体が立ち入り調査をできるとかね、そういったことが定められている。ところが本部長はいくつか鉱山があるんですけども、一切こういった公害防止協定は締結されていません。だから、まあ、当面辺野古の問題が追われますけども、本部長にとってはやはり本部長と各鉱山とのこういった公害防止協定の締結等々もこれからの課題になるんじゃないかというふうに今本部の島ぐるみの皆さんにお話をしているところです。で、時間があれなんで、それからもう一つ、まあ、先ほどの公害の問題とも関係するんですけども、塩川地区に入ってくるダンプトラック、これはもう本当にひどい状態のダンプトラックがほとんどです。で、塩部のゲート前、まあ、これは高江のね工事の時にも私たち写真を撮って沖縄総合事務局に再三訴えて、で、沖縄総合事務局の防衛局に指導も行った、そういうことがあって、辺野古の場合でも今まで4回ほど沖縄総合事務局に申し入れに行って、その都度沖縄総合事務局は防衛局と業者に対して違法ダンプの是正を指示をしています。で、さすがに最近がまあこの間止まってて、最後の方はあまりに露骨な違法ダンプがやっぱり少なくなりましたね。で、ところが本部塩川はもう採石場から近いということもあると思うんですけども、本当にひどいダンプトラックが使われています。これナンバーが番号表示がないてんこ盛り、これも化石材、露骨な化石材ですね。それからテールランプが片っぽしか止まないとかね。で、ダンプ規制法、道路交通法違反、道路運送車両法違反、こういった違反の事実がいっぱいあります。だからもし塩川からの
土砂の海上搬送が始まるであればね、まあ、もちろん現場での組織行動、こういう行動が大きな課題になりますけども、その一環として国道を走ってくるダンプトラックを片っ端からチェックをしていく。そしてその都度それを沖縄総合事務局に持っていく。で、私たちは、もう去年11月に、まあ、平和市民連絡会中心に市民106名で沖縄県警本部に違法ダンプについての告発もしています。まあ、そういったありとあらゆることをやりながら少しでも歯止めをかけていきたい。で、特にこれはさっきも言ったその公害対策、採石場の公害対策の面から言っても、こういった違法ダンプは公害の発生、それから事故の恐れ等々含めて大きな課題ですから、まあ、そういったことがこれから問題になってくるだろうと思います。まあ、そうですね。あと、これはちょっと元部の皆さんの今までのあれですけども、まあ、ちょっとこれ飛ばします。で、あと何分ぐらい、もうあれかな。最後、軟弱地盤の話を最後で簡単に話をして終わりたいというふうに思います。で、これはご承知のように8月31日の沖縄県の埋め立て承認撤回の一番大きな理由になっています。で、このことがあって県の職員も中にはやっぱり今まで撤回は法的に無理だとね、そういった躊躇する声が多かったというふうに聞いてますけども、この軟弱地盤の問題が確認されたことによってやっぱり撤回に向けた流れが県も踏み切った大きな理由だというふうに思っています。で、活断層の問題、今日はもうちょっと時間がないんであれですけども、辺野古断層、それから側断層の延長上の海底がちょうど谷状に落ち込んでいる。で、それは防衛局の出してきた資料でも60メートルぐらいの落ち込み で、これを地質学者は活断層というふうに明言したわけですね。ところが防衛局は規制の文献によれば辺野古沿岸域に活断層の存在を示すものはないから問題はないんだという言い方で逃げているわけです。ところが防衛局は2014年からボーリング調査を延々と続けているわけですから、そういった資料をね、特に音波探査の資料を含めて全ての調査データを公開をすれば、専門の学者がそれを見れば活断層かどうかの判定をできるということで、問題が今まで去年一昨年ぐらいから追及が続いていました。ところがその中でね、今年の3月、まあ2月で、まあ、入手したのは3月になってましたけども、やっと手話部の土質調査の2つの土質調査の報告書が開示をされました。で、これは今まで私防衛局に対して例えば今年になってからでもそれこそ50件か60件ぐらいの情報公開請求をしてるんですけども、最近の防衛局は情報隠しに躍起になってほとんどを特例を適用して、普通情報公開法では30日で開示をすることになっているわけで、で、やむを得ない場合はさらに30日延長することになっている。だから少なくとも60日では出るんです。ところが最近防衛局がやっているのはほとんどの資料をね、情報公開法の16条だったかな、特例だと言って、特例というのは文書が大量の場合はさらに延期することができるという期間の定めがないんです。だから防衛局が今やっているのはほとんどの情報公開請求に対して1年とか1年半とかね、出してこない、そういう状態が続いてました。で、出てきても真っ黒け墨脱いでね、そういった状態が続いている。で、ところがこの2つの土質調査の報告書は請求して1月で出たんです。本来の情報公開法の定めにのっとってね、出た。これびっくりしたんですけどもね。で、なぜこの文書だけ、普通なら特例適用して1年でも1年半でも延ばす可能性があったと思うんですけども、なぜ公開したか分かんない。おそらく防衛局は今頃公開してるんだと思いますけども、まあ、それが今回の軟弱地盤が判明する理由になったわけです。で、
要するに海底オーラウンの海底部水深30メートルの海底にそこから厚さ40メートルにわたって N1-0 というような軟弱地盤が続いているということが明らかになったわけです。で、時間がないんでちょっともう N1 の説明は何回か話をしてるんで飛ばしますけども、これがちょうど外周護岸ですね、この辺りが軽層護岸です。でこれはその部分を順序海底の地層を表した図面で、特に問題になっているのは B26、B28 の2箇所ですけども、この場所ですね、 C1 護岸、軽層護岸の一番大きなところですけども、この部分が特に B28 の地点ではこの間で23箇所にわたって N1 が0だった。こっちも9箇所で、この2箇所だけではなくて B36、B41 この辺りにも N1-0 の地点があることが分かったわけです。でこれは先ほどから B28 のことで細かい資料が出てきたので分かったんですけども、ここは確かにこれ水深70メートル、水深30メートルから海底部40メートル、約70メートルのところまでが、黄色いところは軟弱地盤の砂質度、青いところは粘性度の軟弱地盤ですけども、例えばこれ見てこれ多分音波探査で海底の地形を描いたと思うんですけども、この辺りに行くとこれ80メートルのところまで行くんですね。だからここではボーリング調査はやられていなくて、音波探査だけで海底のこういった地層の断面図が作られたと思うんですけども、30メートル、そして40メートル、合わせて70メートルだけではなくてね、あるいは80メートルのところまで深さ軟弱地盤が続いている可能性が推測されるわけです。で護岸の場所だけではなくて、これは防衛局がその時出してきた資料の中で軟弱地盤層の厚さという図面があってね、でこの白い部分はこれも公開されて調査が抜けてるんですけども、埋め立て区域の中、護岸だけではなくて埋め立て区域の中でも軟弱層の最大圧が46メートルもあると、そういったことが判明をしています。でその調査報告書の結論ですけども、当該地においては構造物の安定、地盤の厚み沈下、地盤の液状化の詳細検討を行うことが必須であると考える、こういったことが防衛局が実施をした地質調査の報告書の結論なんです。だから例えばね、詳細検討を行う必須、極めて異例な言葉だと思うんですけどね、必ずやりなさいという。でだからこれは地盤改良工事をやるとなると、当然まあそれに伴って軽層の構造も変わってくる。それは先ほどから言っている公有水面埋め立て法に基づく設計概要の変更申請が必ず必要です。だからこの問題が今後大きな問題になってくる。で特にこれは当初の防衛局の埋め立て承認願書の時の設計条件は粘性度の層はない、それから N 値は11だというね、こういう設計条件で軽層護岸が設計されてたわけです。それが N 値0、厚さ40メートルにわたる砂の層、それから、ね、粘性度の層、当初の設計条件がもう根本的にひっくり返ってしまっています。全面的にやり直す必要があると。で防衛局 の, 今までの言い方は、まだ室内試験等もやってるから、まだこのボーリング調査の結果だけでは分かりませんというのが今までの逃げ工場だったんです。でこれはおそらくね、知事選までは軟弱地盤の存在を認めない、地盤改良工事の設計必要を認めない、そういったことでね、もしそれを認めてしまうと設計外の変更申請が必ず必要になりますから、知事がそれを承認しない限り工事はそこで頓挫する。辺野古新基地建設事業の帰巣を握っているのは沖縄県知事であるということがね、もう明らかになってしまうんで、ともかく逃げ続けてきていたわけです。でところが10月16日の沖縄防衛局長から
国土交通大臣に出した審査請求書の中でこんなことが書かれてるんですね。まあ、要するに今回のあれから言うと C1 護岸 C3 護岸大浦湾の埋め立て地の施工、護岸だけではなくて埋め立て地も認めている、で一般的に施工実績が豊富なサンドコンパクションパイル工法、サンドドレーン工法を用いて地盤改良を行うことにより所定の安定性を確保して行うことが可能だと。でさらにこれらの工法による環境負荷もおおむね当初の環境保全図書で予測された範囲であり、これを大きく逸脱することもない。でよく似た表現がもう一箇所あるんですけども、要するに N 値ゼロであっても地盤改良工事が可能だということが確認されたと。でさらにその工事によってもね、大浦湾の環境への影響は予測された範囲、当初の環境影響評価の範囲内が確認されたということを言い切ったんだ。で初めて防衛局が地盤改良工事の必要性を見つめた初めてのこれ表現です。でびっくりしたんですけども、ただこれはもう誰がご覧になっても分かるようにいろんな問題がある。こういった地盤改良工事が行ってそれが可能であることが確認されて、その資料が全くない、それから環境の影響がないというふうに言っておきながらそれも全くない、そういった説明資料がないままこういった結論だけで言ってるわけですね。それからもう一つ一番大きな問題は、これはいずれにしろ工事の設計外の変更申請、環境保全図書の変更を沖縄県に出してね、それをもとに沖縄県知事が判断すべきことなんです。工事が可能かどうか、環境の影響がどうかはね、申請者である防衛局がそんなことを勝手に言うわけではないと。それを審査するのは知事なんだと。だからそういうことも含めて今防衛、まあ、これがなぜこういう言い方を出してきたかよく分かりませんけども、まあ、かなりそういう意味では向こうもこの軟弱地盤については困っていることは確かです。で私自身はこの11月27日に再度防衛省講師を行います。で先ほどからの土砂の埋め立て土砂の搬送方法であるとか、それから特にこの軟弱地盤のこの問題についても防衛省を追及したいと思ってるんですけども、まあ、いずれにしろこの問題が今後最も大きな埋め立て承認を撤回をめぐる、まあ、法廷闘争になった場合でもね、一番大きな問題になるというふうに考えています。でもう時間がないんで飛ばしましたけども、当初の 2つの報告書以降の報告書はまだ一切出してこないんです。もう終わってる、終わってるか工期は続いてるけども、掘削工事は終わってるから、ああいった N 値がね他の場所ではどうかという資料は全部あるんで、それを出してこないんで、そのことについても今情報公開請求に対する文書不存在不開示決定の取り消し請求裁判を起こしてるんですけども、まあ、ありとあらゆる方法を使って、まあ、追及をしていきたいというふうに思っています。時間がないんで、1点だけすいませんね。もう1点、今後の辺野古の新基地を止める大きな問題として土砂条例の改正のことをぜひご理解いただきたいと思います。でご承知のように2015年に県外からの埋め立て、公有水面埋め立てのための土砂を持ってくる場合は特定外来生物が混入することを防ぐための土砂条例が与党県議団の努力、県議提案の条例として制定されました。で、まあ、そういう意味では全国でも初めての画期的な条例なんですけども、90日前までに出してくる申請者をね、そしてそれに、その中でいろんな防除策とかそういったことを県に届ける必要がある。で沖縄県は現地の立ち入り調査をすることができる。で特定外来生物が混入があれば防除策の実施や搬入使用の中止を勧告することができるというふうになっています。でこれは今まで1回那覇空港の第二滑走路埋め立て事業ので石材、当初は沖縄県だけで使う予定だったんですけども追いつかなくなって奄美大島から石材を搬入するときにこの条例が一度使われました。でその時には業者防衛局の申請書類には奄美大島のこの採石場には
今まで特定外来生物が発見されたことはありません。でそのオーナーの念書みたいなねもつけてそういった書類が出てきた。ところが県がそれをもとに現地に立ち入り調査行った途端、3カ所の採石場そして3カ所の港全てで特定外来生物ハイロゴケグモとか大きい金継ぎ熊見つかった。で沖縄県はその駆除策混入を防止するために石材をダンプに積んだ状態で120分間洗浄して洗い流すとかねシートをかけるとか、まあ、いろんな、まあ、それで十分だったかどうかは分かりませんけども一応そうした指示を行ったわけです。ところが今回は先ほどから話をしているように土砂なんです。石材だったら洗うことは可能でしょ。土砂ですからこれ洗うとほとんど流れてしまうわけでなくなるわけで、で土砂搬出全国連絡協議会なんかと一緒に今もう防衛省環境省との交渉をやってきてるわけですけども、去年の秋から防衛省が言い出したのは熱処理実験を始めてるという。で要するにアルゼンチンアリそれからセアカゴケグモ等々を飼育してね温度どのぐらいすれば死ぬかどうかとかねそんな実験をやったそうです。植物もそうだ。それは温度かければ死ぬでしょうね、クモとかアリはね。ただそれはあくまで狭い実験室で少量のサンプルに対する実験なら分かるんだけども、県外からの土砂は最大1600万リューベ立方メートルもあるんです。それだけ途方もない量をね土砂を熱処理でやれるはずはないんですね。ありえない。だからこれは防衛一つは防衛局が戦場では駆除できないことを認めたからやむを得ずこういう実験もやってるんですけども、これも全く現実としては不可能だ。だから採石場で特定外来生物が見つかった場合土砂ですから駆除策がないんで知事は搬入の中止潮の中止を勧告する以外にはありません。でただそこで問題になるのが、まあ、罰則規定がないんです。残念なことにこの土砂条例には。で知事は事業者が勧告に応じないときはその旨を公表することができる。業者名申請者名を公表することができる。今まで防衛局がもう2014年以来もう何回となく違法行為違法なことをやってきて承認撤回とか至ってるわけです。今更防衛局の名前を公表したところで何の突っ張りにもならない。だからこれだけではなくてね、やはり例えば他の赤土条例もそうだし県土保全条例もそうだ、いろんな県の条例のほとんどは罰則規定がついています。で罰則規制をこの条例にを改正してね付け加える。2015年当時は条例制定を急いだ結果もあってね、罰則規定を作るためには検察庁との協議とかいろんな手続きが必要だから時間がかかるということでそれは入らなかったんですけども、この赤土条例が制定された2015年の7月ですけども、その時防衛省の幹部はということで名前は出さない出していない新聞記事ですけどね、防衛省幹部の発言があって土砂条例には罰則がない、埋め立てが承認されている以上粛々と土砂を運ぶだけだというようなことを新聞に載っていました。コメントがだから防衛局も高を食ってるわけです。だからこれを罰則規定をつけるとこれはもう刑事的な刑事判断になりますから拘束力が非常に強くなる。で今特定外来生物はどこの採石場でもきちんと調査をすれば見つかります。必ず奄美大島の全ての場所で見つかったようにね、西日本各地どこでも見つかります。だから県が、まあ、90日を延ばすことも課題ですけども、そういったことによって土砂搬入の中止を勧告ではなくてねを命じることができるというそういった条例にぜひ改正をしてほしいと。でこれが改正されれば県外からの土砂は基本的には持ち込めなくなる、その可能性が非常に強いというふうに思っています。だから辺野古新基地はほとんどの土が県外から来るわけですから、いくら護岸ができてもまあ軽村護岸できませんけどもできても入れる土砂がなくなる、そういったことが
想定されるわけです。だから今後沖縄県議会の議員さんたちとも連携をしながら、県ともこの話、もうすでに沖縄平和市民連絡会は今年の初めから何回かこの問題で沖縄県とも交渉をやっていますけども、それをさらに詰めていきたいというふうに思っています。まあ、そういうことで、知事の権限が、これも随分もう時間がないんであれですけども、撤回がされた、あとは設計外の変更申請とか留意事項の問題、それから土砂条例等々を含めて県知事が毅然と対応すれば辺野古新基地は必ず頓挫する、これを再三言ってるわけです。で、県民投票の話ももう時間がないんで触れませんけども、来年1月か2月ぐらいに実施するというふうに言われてますけども、再度もし今の8月31日の撤回がね、現在執行停止されて法的な間も難しい場合、今度は県民投票による圧倒的な県民の声を、突きつけることができれば、それを理由に再度の撤回ができる、撤回の追加になるのか再度の撤回かどうか分かりませんけども、それもだからそういう意味で県民投票もぜひ成功させたいというふうに思っています。で、最終的にはやはり県民が諦めないこと、これが絶対の条件です。いくら知事の権限ということを言っても、知事も県民が全て諦めてしまって県民の戦い、県民の運動がないような状態では知事はもう頑張りようがないわけですね。だからそういう意味で今後ゲート前、そして海で、これからは本部港からの晴れが始まれば本部への結集、それが大きな課題になるというふうに思っています。時間が超過しましたけども、とりあえず以上です。7ページの1章の国民という国民の救済と言っているのと、憲法にたくさん書かれている国民というのは同じ国民という理解でよろしいでしょうか。またそうなると、内閣については憲法でも書かれていますが、7ページの例えば7条の国の機関または地方公共団体云々の国の機関という説明や、先ほど県や国は人として扱うという、それは憲法じゃなくて法律で書かれていると思いますけど、それはどういうことで人として扱うと言ってるか、要するにそういう国や県を人として扱うというのと憲法で書かれている国民と言ってることは違うことだと思いますが、その説明を、教えていただければと思います。そうですね、憲法13条で言ってる国民っていうのは基本的に人っていうのは2つに分けることができて、生身の人間ですね、それ自然人っていうんですけども、その自然人とで今度法律であえてその人として犠牲したっていう法人っていうのがあるんですよ。で、ここでいう国民っていうのは基本的には自然人に限定されていて、もう一つちょっと争いがあるのは、日本国民に限るのか、人権っていった場合には国以前の権利って言われてるもんですから、人類全員、つまり生きた人間であれば日本人じゃなくても全員に保障されるのかっていうことをも含めて問われる概念なんですよ。通常国民といえば日本国民だけなんですけど、憲法の場合には例えば憲法21条の表現の自由というのは外国人にも保障されているって言われているので、ここでいう国民というのは日本国民だけに限られず、自然人であれば一般的に保障されていると。ただし参政権とかっていうのは国があることを前提にした権利なんで、これは外国人が含まれないとかってこういうふうになったりします。で、おっしゃる通り詰めていけば非常に難しい議論になってくるんですよ。っていうのは国であったとしても
一般的な物の売り買い売買契約とかっていうものがあるじゃないですか。こういう場合には普通民法が適用されるってことになって、こういう場合には国であったとしても一般的な私たちと同じような扱いをしますよっていうことになるんですよ。今日一つ省略したんですけれども、国有す、一番大切なのは公有水面埋め立て法という法律について時間があれば説明しようと思ってたんですが、国有水面埋め立て法でいうと国の場合には承認って書いてあるんです。国以外のものについては免許って書いてあるんです。国がもらうこの知事からの場合に、国以外の場合には免許だけど国の場合には承認ですよって書かれていて、で免許の場合にはいろんな厳しい規制があるんですよ。これに対して承認は緩やかなんです。でもう一つ大切なのは、こういう水面埋め立て法ってどういう法律かってことなんですけども、これは海を埋め立てて土地を作るんです。そういう法律なんですけど、法律上海って何かって言ったら鉱物といって、道路と同じように国民全体の財産なんで、これについてはさっきの港湾と同じなんですけど、一つ一つ全員が自由に使っていいんだけど特定の人に対しては許認可が必要というふうになっているんですけども、ここからちょっと難しいこと言うと、こういう全体の財産を廃止する場合があるんですよ。道路を廃止するとか、この場合には権力的な行為が必要と言われているんです。行政行為と言われるんですけど、本当ホワイトボード書けばいいんですけど、どういうことかというと、まず免許からいきますね。私人の場合、私人が一般的に知事から免許をもらいますよね。工事埋め立てますよね、全部海を。そうするとこれ陸地になるかというとそうじゃないんです。その後竣工認可、これは間違いなく適切に埋め立てましたよ、で海という全員のものから陸に変わりましたよという、もう一度知事の認可という行政行為が必要なんですよ。法律上そうなってるんです。これに対して埋め立て承認の場合には一回認可をもらうと沖縄防衛局自身がもうこれは海から陸になりましたよって言って一方的通知だけで海から陸に変えることができるんです。これ行政行為というんですけど権力的行為なんですよ。一般の私人には絶対付与されてないんです。それが法律上その承認をもらった機関には与えられてるんです。皆さんにこう今日省略したところで今すごい重要な箇所なので説明しますと、ページで言えば5ページの括弧1です。報告の問題意識と全体の位置づけってありますよね。これの5ページの括弧1で、沖縄防衛局の法的地位についてってあるじゃないですか。ここが今日本当に一番のポイントで、私が省略したところを鋭く指摘していただいたんですけども、実は私人なのか法人なのかっていうのはここの法律を見て決めるんですよ。実を言うとこの個々の法律を見て分析するんですよというところは今日お話を省略したんですけど、ここまでやると話がすごく複雑になるもんですから、それで今のポイントは5ページの括弧1を読んでくださいと。こういうふうにこういう水面埋め立て法の仕組みからすると私人っていうのは権力的行使できないので、こういう水面埋め立て法上はその権力的なものは沖縄防衛局に認めてると、これは私人ではできないと。
だからこれは詩人じゃないはずだっていうふうに、この理屈自身は、沖縄県がそのまま採用している理論でもあります。でこれが多分、ね、この理屈をどう覆すかっていうのは多分国も難しいはずですので、個々の法律を見たときに詩人には認められない権限が与えられているかどうかで区分けするという、その程度の説明でよろしいですかね。一番基本的なところですけども、一番難しい質問だという気がします。すみません、本当にうまく答えきれなくて。以上です。これでも分かりにくいってことになればまた勉強しますから、もう埋め立てのために土砂が今元部の使用川から出せないっていう状況になっているっていう理解をしているんですが、元部の使用川を使わないで土砂を運ぶ方法として、今罰則が規定がまだない状況で、その本土から、土砂を、運ぶということを前倒しするっていう懸念はないのでしょうかっていうことをお聞きしたくて、質問しました。結論から言いますとないと思います。で県外からの土砂の搬入のためには土砂条例で90日以前に届け出ることが必要になってるんですね。だからまだそういうことも全くないし、で先ほどから言ってるように願書の添付図書等々の土砂に関する書類の変更でもあるし、だから今元部が使えないからといって県外からの西日本各地の土砂を先行して持ってくることは現状では不可能としか言いようがないと思います。もう一人ぐらいは時間がありそうだな。県としてこれからの方向、まあ、前も係争委員会に提訴したりしているんですけど、今後どんなふうにこれを動かしたらいいのか、そして私たちは何をしたらいいのかというのがちょっともしあったら教えてほしいんですけど、県はどんなふうに動くのかなって思ってます。県この資料のですね、ページでいくと5ページですかね、5ページに図表が あるんですけれども、今どういう状態かっていうとですね、沖縄防衛局が国土交通大臣に申請をして、沖縄県が今月中に国地方係争処理委員会に申し立てをするんだということになっております。で、このルートの、で多分一回出てきて、で前回国地方係争委員会で論点となった時の沖縄県が一旦負けた理由は何なのかっていうのを多分どころかもうすでに分析に入ってて、で そこの検討をするでしょう、間違いなく。でその後に、その結果が出た時の裁判まで起こして、これは高裁まで行きます。高裁にすぐ行くんですが、そこで和解があったので、で和解が ある前のその裁判になった時に出た時の理屈が何かというと、これが国は詩人ではないですよって言った理屈が何かというと、先ほど皆さんにお渡しした5ページの括弧1の理屈が国地方係争委員会の段階では出てなかったんですが、裁判になった段階で出した理屈が5ページの括弧1の理屈です。ですからそれが一つ国地方係争委員会でも問題になるだろうと
ということですが、ただここでの争いの場合には、争いの場合には、国土交通大臣の執行停止を止めることはできないんです。それで沖縄県はこの国地方係争委員会で負けたと同時に、すぐに何をしたかというと、斜めに抗告訴訟予定ってあるじゃないですか、この裁判を起こしたんです。これ何かというと、国土交通大臣の執行停止決定の取り消し訴訟を提起したんです。この取り消し訴訟と同時に裁判所に執行停止の執行停止を求めたんですよ。で、この裁判の準備もするはずです。つまり、国土交通大臣のやってることは沖縄県の自治権を侵害しているから、したがってこれを、その執行停止を止めろっていう、そういう裁判が起こせるかなと。で、仮に私たちが何かやれるとしたら、過去の例ここに書いてないんですけども、中山知事が埋め立て承認をした段階で、知事はあっち側に行っちゃってたもので、その時に住民が当該埋め立て承認の取り消し訴訟を提起しました。ただその時には住民の範囲は元部とか影響を受ける原告適格って範囲はあるんですけれども、そこでその海がある、あるいは工事ができることによって被害を受けるその地域の人たちがなんですが、その人たちがその取り原告となって、中山知事の埋め立て承認の裁判を起こしたってことがあるので、この沖縄県が裁判所に対して、自治権侵害がだっていうことで、国土交通大臣の執行停止の決定の取り消し訴訟を提起する際に、付近住民が一緒になって取り消し訴訟を提起すると非常にインパクトは大きいかなというのが、つまり中山知事の時の取り消し訴訟の例もあるので、原告適格の範囲で満たされるかっていう議論はあるのかもしれないですけど、これはもう、中山知事の承認の時と同じ議論なので、そのどの範囲かっていうのを探し出してでしょうけれども、そういう形で、つまり県だけが自治権侵害でと言ってるわけではなくて、付近の住民もまさにそういう意思を出しながら、自分たちの安全性が脅かされてるってことを言ってるんですよ、県と住民は一体になってますよっていう形で、この抗告訴訟で出てきた時には一つ連帯できるかなとは思ってますけれども、まあ、ですから あの時の、埋め立て承認の撤回をした時の原告の範囲とか名前を挙げた人たちとか、その範囲の人たちと弁護団がどう考えるかっていうのは一つ出てくるかなって。でその時には個人が権利侵害だけじゃなくて、県も一緒に何かできたら一つ大きな力になるかなとは思っております。まあ、ちなみに誰とは言わないんですけど、前回元部でこの種の話をしたんですけど、ある人からメールが来まして、今後どうやったらこれが住民も一緒にやって止めることができるかって話が徳田先生にないのが限界だと思いますって言われちゃってちょっと一生懸命考えてきたんですけども、これで許してくれるかなと思いながら今コメントしてるんですが、はい、以上です。中藤さん、質問者のあなたが引き取って今の話を前に進めてね、はい、はい、8時27分になりました。参議院議員糸数恵子さんから、本日は国会日程のため参加できませんが心から連帯の意を表しますというメッセージが来ています。で、これで質問を打ち切りまして、今日話題に出てきたことをこれからも全員で考えてまた次の行動に移すと、
そういうふうな場になればよいと思います。でこれからテーブル椅子の片付けと、ステージの上の 横幕の取り外しなどをみんなでやっていただければと思います。じゃあこれで会話終わります。白間さんからちょっと一言。どうもお二人の先生方ありがとうございました。私たち平和市民連絡会がですね、この、講演会を緊急し、講演会ということですね、思ったのは、この講演だけで終わるんじゃなくて、このようなですね、この国の不当性を全県民が共有すると、で県民運動を起こしてですね、下からこの打ち返していくというですね、知事が今一生懸命頑張っていらっしゃるんですが、これを支えながら同時に県民一人一人がですね、下から打ち返すというですね、こういう戦いを前頭、私は前頭という言葉をよく使うんですが、復帰前の癖ですが、前頭からのですね、人たちが思いをですね共有しながら、県民が共有しながらやっていくという島ぐるみ闘争をですねの戦いを作り上げようと、そういう意味で今日の緊急集会を、提起をしてですね、お願いをしてまいりました。各地域でもですね、大きくても小さくてもどんどんですね、学習会を設定しながら国の不当性を打ち返していきましょう。以上提起をいたします。どうもありがとうございました。じゃあ部屋の片付けに入りましょう。よろしくお願いします。